はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ブルックナー交響曲第7番の解説を始めていきたいと思います。今日は第2楽章2回目77小節目から132小節目までを解説していきます。冒頭での解説も久々じゃないかな。まず77小節目は冒頭の部分の再現になります。でボーイングですが、最初ダウンで入る場合は80小節目のメゾフォルテになります。3拍目でダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。でアップで弾く場合はそのまま意味順で弾ける形になります。83小節目のポイントですが、前回の7小節目と共通する形で入りますが、ここは逆弓でピアノのフィスをアップから入っていただきたいと思います。その先の85小節目のフィスの全音符をアップでクレッシェンドで入るため、最初アップから入るためにあります。アップから入りますので、84小節目の2分音符の R はアップ、そしてその次の4分音符がダウンアップと弾く形になります。続いて93小節目のボーイングは最初ダウンから入ってオーソドックスに意味順で弾くようにしてください。でポジションなんですけれども、特にこだわるところはないですが、95小節目でここはベをハーフポジションからスタートして第1ポジションを中心に取っていただいても構いませんが、最後4拍目のベとアスがスラでつなげている形になりますので、これを威厳したくないという方はあえて A 線からスタートして最初のベを2から入っていただきたいと思います。でポジションを変えずにアー線に移って S を2でフェスを読んで取っていただきたいと思います。であとはセスになったところからは A 線1本で弾ける形になりますので、アスを1で取った後またアー線に移って最後の4分音符の S は読んで取る形になります。97小節目からメソフォルテからクレッシェンドが始まります。でボーイングなんですけれども、最初はダウンからアップ F スラーを丸々一読みで弾く形になりますが、98小節目からクレッシェンドになります。でここで一拍単位で返りをしていただきたいと思います。ですなわち最初の四分音符をダウンで弾いた後、2拍目のスラーを切っていただいてアップで入った後で、後半の3拍目4拍目もダウンアップと弾く形になります。でそれ以降もクレッシェンドが続きますので、普天8部16音符の形は一拍ごとに切っていただいてダウンアップダウンアップと弾くようにしてください。101小節目からのボーイングもフォルテからさらにクレシェンドが始まりますので、8分音符1個ごとにダウンアップと切って弾くようにしてください。で語源の方限定なんですけれども、101小節目からの2小節間のこの声は語源の方は全てオクターブ下げて弾いていただきたいと思います。105小節目からピアニッシモになりますが、ここも8分音符1個ごとにテヌートがついていますので、1個ごとに切っていただいても構いませんし、あるいは書いてある通りにもうスラをつなげて丸々一読みで弾いていただいても構いません。で一つ一つ切って弾く場合は無意識のうちに音量が大きくなってしまいますので、必ずピアニッシモを意識しながら弾いていただきたいと思います。109小節目からのボーイングもピアニッシモになりますので、スラーがついている形は丸々一読みで弾くようにしてください。114小節目後半からはメゾフォルテになります。でここはボーイングはあらかじめ印字されていますようにダウンから入って弓順で弾くようにしてください。で語源の方限定ですが、117小節目の3拍目のです、ここを語源の方はオクターブ下げて弾いていただいても構いません。127小節目からのボーイングはフォルティッシモになりますので、大きなスラでつながっていますが、16分音符2つ単位で切って弾いていただきたいと思います。すなわち弦のオクターブが一意味でダウンになりますので、その以降がアップダウンと弾く形になります。その次の小節以降もその都度ダウンアップダウンと弾くようにしてください。で131小節目はフォルティッシモですが、ダウンアップと弾いていただいても構いませんし、あるいはスラをつけてダウン一意味で弾いていただいても構いません。最後132小節目は楽章には書いてない場合もあるんですけれども、ここで大概ピアノまで落ちますので、もし抜けてる場合はピアノを記入していただきたいと思います。はい、今日はもう口頭で簡潔に解説をさせていただきました。今日説明した部分は実際書いてあるスラーのボーイングで弾きという意味で弾くとどうしても弾き入れない部分がありますので、先ほど説明したボーイングでその都度変え弓をしていただきたいと思います。第2楽章2回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。